現代日本武道の中でもひときわ精神性を重視する武道、合気道。その創始者として多くの人に知られているのが上柴盛平である。そしてこの上柴の甥が井上紀明、幼名陽一郎である。ここ数年に及ぶ研究によって井上が合気道創創期に重要な役割を果たしたことが明らかにされてきた。上柴と井上は共に和歌山県田辺市に生まれた。富豪であり田辺市の有力者であった井上の父善蔵は上柴の姉を妻として迎えた。これによって井上は上柴家と姻戚関係となる。上柴より19歳年下の井上はわんぱくで手のつけられない少年だった。そして数年間を上柴家で育てられる。その後大正2年頃、井上は叔父上柴のいる北海道へ渡る。上柴は当時すでに北海道白滝村で開拓事業に従事していた。北海道で上柴と井上は大東流合気柔術の武田宗閣と出会う。上柴は宗閣の下で集中的に大東流の修行に励んだ。北海道時代の後、上柴と井上は大本教のカリスマ的教祖出口鬼三郎に出会い、非常な影響を受けることとなった。この大本教の教えは上柴と井上が創意工夫の末、大正10年代初期にかけて作り上げた武道の精神的な基盤となった。昭和2年の初め、竹下勇海軍大将など有力者たちの支援によって上柴と井上の活躍の場は東京に移された。この東京時代の武道教授はほとんど井上の肩にかかっていた。上柴と井上が教授したこの新しい武道の弟子の中には、軍部、政界、財界からの社会的地位の高い者も名を連ねていた。そして昭和6年、合気界本部道場の前身である公武館道場が設立された。井上の叔父小四郎は東京で実業家として財を成し、公武館道場設立の支援者の一人となった。昭和の初期、上柴と井上は主として東京と大阪で教授に当たっていたが、その他各地へもよく出かけ、日本支配下にあった満州国も訪れている。第二次大本事件勃発によって大本は日本軍部により壊滅的な弾圧を受け、出口鬼三郎をはじめ多くの大本信者たちが逮捕された。この大本事件の後、上柴と井上の関係に次第に影が差し始めるようになった。その後二人はあまり顔を合わせることもなかった。そして上柴は合気道の研究連磨に戦後の日々を過ごしていった。井上は上柴とは別に合気武道を教授していた。合気武道はその後神話体道となり、昭和50年神英体道と名乗り今日に至っている。小規模ながら神英体道の熱心な弟子たちを率い、井上は師として東京で指導を続けた。そして平成6年92歳でこの世を去る。長年の間知られざる存在であった武道家、
井上紀明の卓抜した技の数々が今この貴重なフィルムの中で繰り広げられていくのである。新鋭態度とはいかなるものであるか。新鋭態度とは大宇宙の力学によって生成回復された単力の稽古のあり方であります。力は単力とは何じゃということであります。単力とはすなわち昔からよく日本の言葉で使いますと大和魂の実在であります。それを表現体から具現体に持っていって初めてそこに各々がモデル単力の切磋琢磨をさせていただくんであります。つまり切磋琢磨の稽古をさせていただく単力の養成である。昔の人は必ず大和魂、皆はそう言ったんであります。しかし神話学のからいきますと宇宙の単力の実在である。進化の問題においてこの大宇宙というのは生成回復されている。それによって三千草木が皆生きて生きるものは皆生を受けているんだ。気の流れの実在である。これが神経態度の原則であります。この原則があってこそ初めて各々のモデル各々のモデル単力がいよいよ養成されていくんであります。日本人としてはなくてはならない単力のあり方であります。またなくてはならない気の流れの水化の交わりの実態であります。これあってこそ三千世界がくざまざく和というものの実在に持っていける、和というものの実在に持っていけるんであります。今世界は騒然としております。いかに世界が騒然としておりましても我々日本人はこの単独の実在においてより以上に万有愛護のために持っていく生きとし生きるものは一人も残らず万有愛護においてそしてご互いが和合しもて住んでいく、この和合の実在において初めて一つ一つが生成回復されていくんであります。無論態度という名のもとにおきましてはやはり表現だけでなく現代に持っていく稽古をしなければならないんであります。しかしその稽古のあり方によって本当に自然一貫通ずるか天に通ずるか通ずるか、それはその人の各々の持ち方のあり方であります。
それを各々の個性において草のたく万有に関なろうって動いてる。水にもこう動いてるからまっすぐ海にもあるよ、こう谷に水だけが当たってれば下っていくけど、水から間違ってそう。それで大会大会入ってもドドン帰ってドドンドドン帰って水が当たっていったの。同じことなんだよ。その天地の利を持って、だからこと玉も生きる、わかめを作ることになる。すべてがこと玉の実在において死んだ万事はこそがたく本当に生きて生きて、もうみんな生きていると言える。でこれは単なるに我々のやってるのは単なるその単力の減り方において遊んでる実在であると。これが本当の秘伝なんだな。秘伝である秘伝なんだな。Thank you.
中の流れというものは千差万別であります。その千差万別の中に各々の今の在り方というのは各々が選んでいる在り方である。選んだ道であります。その選んだ道をは本当に堂々と本当に何とも言えない。風吹けば松の匂い、風吹けば梅の匂い、あらゆる草木の匂いが漂えてくる。そういう我々の心境のもとにおいて堂々として嘘偽りもなく一つ一つ階段を乗って進んでいく、これが一番楽しさの極致ではないかと思うんであります。いっぺんに今の人は一段から十段登るとしますから大変なことだ。一歩一歩登っていってこそ初めて御山に到着するんであります。大王も申し上げました通りに本当にあらゆる気の流れを自分がその気の流れの中に投入していく、そして同時に一つの在り方に持ってこれを燃やし持っていく、水下の在り方によってこれを燃えていく、静かな交わりに巻いていくは初めてそこに偉大なる結びの実在というのが生じてくる。結びの実在というのが生じてくる。結びの時代が一つ二つ三つ四つこむと百千万、この偉大なる結びが来ると初めてそこに一歩一歩進んできた本当の楽しみさというものが生まれてくる。本当に自分というものの真剣勝負のあり方、なんとも言えない松吹く風の匂い、全ての草木の匂いが淡々として足元から湧き上がってくるんではないかと思います。
象がある言葉を見せるところは非常に無理でありますけれどもないんです。仏教にしろ神道にしろあることはあるんです。あることはあるんですよ、事実。そういう言葉はみんなあるんでありますけれども、エシカラは天界というところはどういうところである。エシカラは地球界というところはどういうところである。エシカラは霊界はどういうところである。エシカラは現界というところはどういうところである。このあり方について今の日本の我々国民がもっともっと勉強いたしましたら、世の中は本当に楽しく楽しく平和の国を送っていかれると思うんであります。と言いますのは、皆さんが与えられたる使命、与えられたる仕事、それを満たして研究に研究を重ねて、より良いような素晴らしいものを作り出していく、非常に無理な言葉ですけれども、今の人はそういうことはないんです。自分で勉強して自分で与えられた天から与えられた神霊の実在において、その真実を与えられたものによって生成体知識という人はまず珍しいのです。ほとんどは人さんの分寿司で相撲を取って、そして一つのあり方において積んでいこうとしているんです。だから全てが説明が充実しております。今日の日本はそれを陳列させないように何とかしてそれを持っていこう持っていこう持っていこうとして横に回すが家においてよりいいようにものは悪くなっております。それは私は残念に思っております。日本の本当のあり方というのはそんなものであります。よりいいようにおいしく、よりいいように光り輝くものを作り成していくのが我々日本人の本当の使命なんです。その使命を忘れしまったんです。使命を忘れて教わることと、わかりますか、教わることと勉強することと自分の努力と、この3つがない今の人はないんです。教わるのは当たり前です。天地の大宇宙の金魚って我々が生まれていっているんですから、天地のこの金魚って全てを我々は生成体にされているんでありますから、皆習っているんであります、教わっているんであります。この教わり方を自分たちが無視するような原因において本当のものが生まれてこないんであります。日本人は結構なもんです。黙っとっても大宇宙の人というのは教えてくれてるんです。こうしたらおいしいもんできるよと、こうしたら過ちがないんだよと、このように持ってきるよと、それがつまり画伝二世になるかもしれませんけれども、それは対面葬儀してもいいと思います。大元の教えしかないんです。大元の教えは神界は神界、霊界は霊界、中界は中界、現界は現界とはっきりした教えを伝わっております。それによって与えられたり自分の実在をはっきり把握して、それにぐん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 と持っていくところにおいて、一つのあり方があるのであります。
国の新和力の力徳のすなわちありがてにおいての基本のこれも稽古の一つでありますから、この基本の稽古の一つのあり方もこのこれも十分に皆さんのおなかの中に入れて今戦っているこの状態、我々が戦っているんじゃなくて身体は有無さに霊界現在誘拐の足にいたのに、おさまりが一列になったらザーッと思いのまるまでに総理の世界がありますから、思いのまるまに稽古をさせていただいているんであるということを自分自身に信仰を持って勉強していただいたのは非常に結構かと思います。ご苦労です。